曲なんですよね。レジェンドオブカウガール、イマーニコッポラ。お届けしたところで10時8分、全国の関西のカンファンの皆さん、お待たせしました。イマーニコッポラちゃんです。カップルです。いや、もう そっからと思ってなかったので。そっから行くよ。グッドモーニング、カップラです。コップラちゃんね、コップラちゃん昨日のお昼もカレー、夜もカレー。カレーばっかり食べちゃって。でもね、お昼はスパゲッティ。スパゲッティいっちゃったの。はいね、夜はカツの。のしてカツのしちゃったのね。ちょっと油気も、ね、でもミニ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 ね、夜遅くいっぱい食べちゃダメですからね、コッポラちゃんね。あ、びっくりした、コッポラちゃん。びっくりしました。これな、20年ぶりじゃないですか、コッポラちゃん、コッポラちゃんって言ったの。そうよ、覚えてる。覚えてますよ。いや、これね、絶対カンちゃんこれ振ったらきっと乗っかってくる思ったら、綺麗に乗っかってきたね。コッポラってなんだっけと思って、そう、うん、今もうほんの数十秒の間に20年前を思い出して。思いましたね、はい、いや我々頑張りました。これね、正確に言うと22年前ですけどね、はい、22年我々1ミリも変わってないよ。いや、僕はちょっとか、いや本当本当そうですかね。あなたの方が変わってないと思うよ。そうですか、うん、だってコッポラじゃ乗っかるもん。コッポラじゃ、めっちゃほらこれ、それの、そのジャケット、このジャケット覚えてる、そのジャケットの、うん、その顔の表情から、うん、コッポラちゃんね、コッポラちゃんねっていうのをなんかこうイメージしたんですよね、その喋り方を、ね、ありがとうございます、はい、来ていただいて嬉しいです。もうすいません、とんでもないですよ。よろしくお願いします、はい、木村さん今日はあの羽は生やしておられない、しまっておられるんですか。いえいえ、閉じておられる。それはもしかするとヒロさんの朝のコンディションによって見えてないのかもしれないですね。ああ、はい、やっぱりちょっと疲れが溜まって疲れ気味、結構疲れ気味かもしれない、うん、かもしれないよ。、ね、うん、いやもうね、いやでも、うん、あの今日はちょっと特別、特別っていうか、やっぱもうヒロさんがね、ありがとうございます、もう長いこの DJ 生活、そうですよ、ついにラジオ DJ をいよいよあと一月ちょいで、はい、そうです、DJ はやめます、はい。で僕はもうだから本当に昔から長いことお世話になってますんで、ヒロさんのこの番組があるうちに絶対にゲストに出たい。ありがとうございます。出させていただきたい。ありがとうございます。そのためにはやっぱり手ぶらじゃダメだろうと思ってですね、あれです、まだあのリリースとか何も決めていない、うん、レコーディングしたばかりの新しい曲をですよね、持ってきてこの番組で初めてオンエアしていただきたい、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。いやそれはいいんですけど、はいはいはい、でもあの、はいはい、カンファンは世の中にいっぱいいるわけで、はいはい、この人、はい、モズクスでダジャレはモズクシーっていう人です、はいはい、大阪のね、はい、カンさんがツイッターでやってるダジャリプ、はい、見てるだけでも楽しいんですが、はい、参加すると楽しさ倍増。そうですね、昨日のお題モズクスカラーのカンさんのモズクスワーゲン、はい、はい、勉強になりました。この人勉強してます、うん、もういっぱい、もうすごいね、うん、あの面白いのいっぱい来るんですよ、うんうんうん、モズクスハールですねとかね。あとはあのね、モズクスのステージかっこチェッカースっていうのがチェッカーズの相撲漢字のオスになってるんですよね。すごい、もうだからいろいろそのまあダジャレでリプライしてもらうのをダジャリプっていう風に呼ぶようにしたんですけども、もうあ、その発想はなかったなっていうのがいっぱいあってですね、すごい楽しいですよ。いいね、はい、そう、カンちゃん自身が何ていうの、ツイッターがオフィシャルでやってたけど、こんなツイッターならない方がいいみたいなことを思って自分で積極的にやるようになったんですね。そうです、去年の10月に、まあ、やっぱ会社的にですね、うん、もうこんな時代ですから、はいはい、やっぱりそういう、こう情報発信ツールを活用するべきじゃないかっていうことで、はいはい、カンオフィシャルのアカウントを作ったんですけども、うんうん、ただ、まあ、何ライブやりますっていうのをただ出してるだけの状態だったんですよ、うんうんうん、それやっぱね、もう楽しくないとダメじゃないかと思って、だよね。で、まあ、僕はツイッターですとかフェイスブックとかなんかみんながやるのはあんまりやりたくなかったんですけど、うんうん、もうしょうがないやろうと思って、うん、で7月から自分でやってやる以上はですね、ですよね、劇的に面白くないとダメじゃないですか。はい、うん、はい、僕だって一生覚えてると思う、モズクスワーゲンは。モズクスワーゲンはこれ先もずっとビックスはどうする、今日車走ってる時前から VW が来たらあれモズクスワーゲンなんやって思うやん俺。あなた気をつけないといけないと思いますよ、ね。まあ、そんな風にモズクスでジャレはモズクシーさんがですね、最後の方にインディアンカレーでスパタマスパ少なめルー多め食べられた、
昨日そうですそんなの、ね、はい、昨日の昼はインディアンカレー、もう大阪名物ですよ、もちろんカレーライスも食べるんですけども、やっぱスパゲッティある時食べてからですね、最初は違和感あったんですけど、なんか何度か食べるうちにここにしかないなこれと思ったんですよ。で、まあ、もちろんカレースパゲッティを出してるお店いろいろありますけども、なんか独特の感じがあってですね、はい、最近はインディアンカレーに行くとスパ率の方が高いんですね、うん、ただ僕にとってはちょっとねスパゲッティ のいわゆる麺自体がちょっと多いんですよ。あ、そうなの、はい、うんうん、でそれに対して僕にはとってはですよ、うんうん、それに対してちょっとルーが少ないんですね。 そうなんですよ。そこでだからスパゲッティの量を少なめにしてもらって、うんうんうん、ルーは多めっていう、うん、でルー多めはプラス200円なんですよ、うん、でもスパゲッティ少なくしてもマイナスいくらにもならないんですよ。つまり金ならあるんだぜって話なんですよ。金ならあるよね。だから早速その新風も聞きたいので新風曲紹介いきましょう、はい、お願いします。もしかして今僕どうすれば、はい、こういうことですよ、はい、なやかやカレー喋りながら聞いてください、はい、カレーライス。また君を怒らせた、やがて泣き出した、少し寒くなった夕暮れに君が出てゆく、仕方ないか探しに行こう、もう暗くなるから、いつもの河原で案の定君が待っていた、もし君が本当にいなくなる、
FM Kokolo Headline News by モノタロウ。南海電鉄の特急ラピートの台車でおよそ14センチの亀裂が見つかった問題で、運輸安全委員会の鉄道事故調査官が大阪市の南海電鉄本社を訪れ、関係者の聞き取りなどの調査を始めました。日本政府とアメリカ政府は大枠合意した貿易協定の来月末の署名に向けて内容を確定させるための調整に入りました。協定の年内の発効を目指し、日本は署名後直ちに国会承認の手続きを進める意向ですが、アメリカに対して譲歩を重ねたと野党が反発し、手続きは難航する可能性があります。大阪観光局は大阪府内にある韓国系旅行会社5社への聞き取り調査で、今月と来月に韓国から大阪を訪れる団体客の数が去年の同じ時期より2割から8割減るという回答があったと明らかにしました。日韓関係の悪化で観光にも大きな影響が出てきています。宅配便大手のヤマトホールディングスはアメリカ南部テキサス州での無人輸送機の飛行実験を報道陣に公開しました。ヤマトは最大450キログラムの荷物を自動飛行で運ぶ空飛ぶトラックの技術を確立し、2025年までの実用化を目指します。以上ヘッドラインニュースでした。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は安全靴など安全用品の日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。 FM Kokolo Weather Information。 秋雨前線が日本海に北上し、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。この影響で今日の近畿地方は大気の状態が不安定となり、次第に雨が降り出すでしょう。急に雨足が強まり、雷を伴うところもありそうです。日中の最高気温は大阪、神戸は28度、京都は30度の予想です。では各地の今日の空模様です。大阪府と京都府南部は曇り、昼過ぎから雨。兵庫県南部は曇り、昼前から雨でしょう。滋賀県南部は晴れ、昼過ぎから雨。奈良県北部は曇り、昼過ぎから雨。和歌山県北部は曇り、昼前から雨の見込みです。なお、いずれの地域も所により雷を伴う恐れがあります。以上、ウェザーインフォメーションでした。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へ現金が戻ってくるかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる？どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなんかもその対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまって、全てのパターンでクレジットカードが使えなくなるとかですね。手続きしても影響ないんですか？はい、関西語ならクレジットカードに影響はないです。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫なんですよ。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカード、消費者金融のキャッシング、カードローンを利用した経験のある方は間違っていても構いません。お電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定証書士の田中修平。0120-70-80-90 70-80-90。現代アートの展覧会六甲ミーツアート芸術散歩2019が9月13日から神戸六甲山で開催。10回目となる今年は俳優の浅野忠信やイラストレーターの宇野明など過去最多42組のアーティストが出展。現在お得な前売り券発売中。六甲ミーツアートで検索。
中津川ザ・ソーラー武道館2019今年も2日間開催決定。ストレイテナー、アシッドマン、木村カエラ、シアターブルック、10フィート&モア、9月28日土曜日、29日日曜日、岐阜県中津川公園内特設ステージにアーティストが集結。中津川ソーラーで検索。10時23分から24分に向かっています。8月27日火曜日の朝、嬉しいことです。リリースの予定もないにもかかわらず、はい、一曲仕上げてくれて、そうです、持ってきてくれました。はい、もう今年前半はですね、はい、あの久しぶりに、はい、ゆったりしたスケジュールで、うん、まあ、言い方を変えれば暇だったんですけどいや、あのうつぼ公園風のハミング、ね、もうあれはもう大変な時間をかけて準備してやりました、はいはいはい、うん、それ以外にあんまりなかったんで、で、まあ、あの制作期間だったんですね。なるほど。でもやっぱりですね、こう頭の中が制作モードに入るのに6ヶ月かかりましたね、うん、でやっと制作モードに入ったらものすごい忙しい時期に入ってきたんですよ、うん、そんな中、はい、いやもうでもこの曲だけは、うん、ヒロさんの番組に出る前にレコーディングを終わらせようと思って持ってきましたよ。頑張ってくださいました。そしたらさっきカレーライスかかっちゃったんですよカレーライスもこれの話言っちゃったもん。そうですね、僕が流れ作ったってことですよね。そう、あなたが作ったんですよ、ね、もっと言うとコッポラちゃんが作ってたってことですよ ね, ね、そうそう、コッポラちゃんですよ、ね、我々22年、はい、あれ最低でも22年前ですから、はい、僕らはどうなんでしょう。僕のイメージにあるのがね、あの僕結構洋楽の人だったんです、はい、DJ として、はいはい、もう邦楽どちらかというと意味嫌うぐらいの勢いで、あ、はい、すごいね、意味嫌うのよ、はい、すごい。意味っていうのはどういうあれですか。いや別に意味はないんですよ、意味嫌う、キビキとか覚え分かりますかね、キチュー、はいはい、ね、はい、その己の、はい、心の、はい、あれです、あれです、意味嫌うんです。もう嫌なんです、もうずっと嫌だったんです、はいはい。で僕はもちろん知ってますよ、はい、かんちゃんなんて、だってこの802が開局した時、このスタジオで一緒に第一声した時にかんちゃんいたんですから、はい、そこに、はい、僕あの時の DJ 僕ですよ、覚えてますか。覚えてますよ。あ、本当覚えてる、はい、いやあれそうですよ、そういう仲だったんですよ、はい、でも意味嫌ってたんです僕。意味嫌ってたんですよねすごい意味嫌ってた、はいはい、ほんででも一回僕のやってる長尺の金曜日の番組に、なんなら一回朝から晩まで付き合っちゃおうかみたいな、そういう企画があって、はいはい、来てくれることになったんですよ、はい、さあえらいこっちゃ、僕意味嫌ってた、意味嫌いな方角の人がそうやってくる、はい、それも10、はい、あの時11時間だったか13時間だったか覚えてないけど、はい、それに付き合うって言ってる、はい、じゃあちょっと勉強しようやないのってね、はい、勉強したあの時、あ、その僕のアルバムを聴いて、もう全部片っ端から歌詞からメロディーからそのアルバムを聴きながら、ありがとうございます。するっていうと、この人は僕はすごい人なんだなって本当にね、脱毛しました。あ、その時期からもうすでにすごいの、あちこちごっつ脱毛。あ、そう、いやもうそれはもうありがたい、うん、ありがたいでしょ、はい、あなたのおかげですよ、脱毛できたの。いや、そうですか。そうなんです。いや僕もでも、ずっともう中学高校って洋楽しか聴いてなかったんですよ、うん、でしょう、ね、でもう、うん、意味嫌ってるかどうか分かんないんですけど、はい、その言葉今日さっき初めて聞いたんでまあだから、まあ、邦楽なんていうのはまあダサいと思ってたんですよ、うん、洋楽がかっこいいもんで、なんかね、邦楽なんてダサいと思いながら邦楽アーティストとしてデビューしてたんですよ僕つまり希望の職業につけたんですけども、うん、ダサいことをやってたっていうすごい矛盾したことだったんですけども、ある時、うん、91年ですかね、うん、はい、あのテレビのなんかの CM でかかった曲の、うん、ほんの15秒のフレーズが、うんうん、ドーンっていきなり入ってきて、うん、それからもうその曲聴くようになった。そっから邦楽です。それが飛鳥さんの始まりはいつも雨、はあ、もう正直言ってこれはもう飛鳥さんご本人にも過去には話したことありますから問題ないんですけど、それまでチャゲアスなんてって思ってたんですよそれがそのほんの10秒15秒でドーンってなって、それから飛鳥さん聞く、もう当然チャゲアンド飛鳥聞くようになって、そっからだ91年以降洋楽全然疎くなっちゃったんですよ逆にね、はい、いやだって まず壁がないもんね、うん、
壁がないのはいいですよね、やっぱりね。はい、そうですね。そのままこうズンときたっていう、そういうなんて、いきなり、ね、そっからだから歌詞を書く、うん、歌詞 の重要性っていうんですかね、うん、それまではもう洋楽しか聞いてないんで、うん、歌詞は一応自分で書くけど、もう音でしか作ってなかったんですね、言葉を。で、それがですね、歌詞ってこんなに重要なのかっていうことがだんだん、もうデビューして4年ぐらい経ってるんですけど分かるようになってきて、分かる分かる分かる、はい、まさに。でも一緒やった、びっくりした。僕もその意味嫌う時代ね、はい、ここの DJ になって、はい、しかもその一番最初に、ね、選ばれてやらせていただけるっていうね、はい、栄誉なところからスタートして、はい、意味嫌いつつ89年から実は93年ぐらいまで、はい、ヘビーローテーションはまあ別として、はい、邦楽かけてなかった。かけてなかったんですか。ほんで世の圧力にもう押されてしまって、はい、93年に初めてかけたのがチャゲヤスヤーヤーヤーなんです。これ今僕ここでオペレートしてるじゃないですか、はい、この D、 いわゆる CD のスタートボタンを押さないといけなかった瞬間、いまだに昨日のことのように覚えてるもん、なんか意味嫌ってんのにこの指がここのスタートボタンを押さねばならないっていうあの瞬間で、いやいやいや、かかるわけです、ね、かかった。ほんだらなんかおーっていう声が聞こえてきたの、向こうから、ラジオの向こうから。ほんでそっからどっぷりずっぽしですよ。ああ、そうです。もうすごいの。でもあの歌詞、はい、だから僕はそのカンちゃんといろいろ、まあその共通部分もあるような気するんだけど、80年代に至るまで、まあ70年代にすごい人もいました。あの松本隆のようなね、作詞家としてすんごい人がいるんだけど、はい、でも日本の曲ってなんかどちらかというと、はい、空は青くって蝶々が舞ってて、お花畑のお花は赤いよね的なイメージがすごいあったんですよ、僕は。はいはい、でもその90年代ね、はい、ちょうど802が開局したその直後から、日本の J-POP っていうのがめちゃめちゃ、そのなんていうかな、詞をしっかりとこうシンガーソングライターが確立していった何かっていうのが、はい、嫌というほど感じた時代だったですよね。ああ、そうですか、うん、その中に僕も入って入ったよ。だから言ってんじゃん。だからカンちゃんが来てくれるって言うから、はい、俺はもうとにかく首っ引きでもアルバム全部聞いて、あの片っ端からよ、はい、で自分で選曲してカンちゃん迎えたの覚えてますもん、はい、ありがとうございます。そう、でも長丁場の番組やったから、まあ、ちょっと休んできてって言ったら、カンちゃんはあのファンキーバーでなんかテレビゲームをしてましたけどね。鉄拳2ですね。なんかしてたのを覚えてる。俺それを覚えてる。そんなこんなのパンナコッタよ。あなたね、はい、その人心を惑わかすのも、あ、僕さっき人心を惑わかすっていうのは、うん、ツイッターを惑わかしちゃってるわけ、人の心を。あ、そうですね。これだって今日リクエストいっぱい来てるんだけど、はい、みんな書いてるのが泉野佳代さん、美咲さんね、はい、新曲ディスコ、はい、からこちら枚方の新宅やスイッチさんは菅新曲ディスコ、はい、で僕何やこれとか思って調べたさ、はい、したらツイッターで僕の番組に出て、はいはい、新曲ディスコをかけるぞって、はい、あなたが言うてんねん。そうです、そうです。で持ってきた曲タイトルちゃうやん。いや、あのね、そう、新作のディスコナンバーってことですね。だからまだいわゆるあの曲のタイトルはツイッター上では発表してないんです。あ、そうなんや。はい、ならそれちゃんと書いといた方がいいわ、タイトル見てとかさ。いや、タイトルは決まってたんですけども、うん、新しく作ったディスコナンバーをかけるっていう言葉が書いてあったんですけど、それが何というタイトルの曲かっていうのはまだもうこれから初めて。今から言ってくれるんですよね。僕、いや、ヒロさん言ってくださいよ。あ、そうなんですか。はい、はい、そうだよ。ちょっと構えるよね。うん、じゃあ、いや、はい、僕やっぱり作った人が言わないから。いや、なんかね、照れるじゃないですか。照れちゃう。はい、照れちゃうって。分かった。じゃあ、言わせてもらいましょう。はい、もう一回皆さん聞いてください。よろしくお願いします。イントロ4秒ありますけど、はい、4秒は僕食いません、はい。いつもそうなんです。初めてかけるときは、はい、ファンの方のために、はい、俺4秒のイントロやれるんだぜみたいな DJ にはなりたくない。はい。この4秒はもう、いわゆるね、つかみ、アタックですから、はい、はい。これはもう、もうちゃんと聞いてほしい4秒です。アタックですよね。アタック。はい、正解っていうやつですね。はい。はい、じゃあ、聞いてみましょう。カンポップミュージック。
とシャバダバってスマホなくしたただそれだけで絶望に立ち尽くしているチュルチュルプニュプニュ君の旅を噛みなくてこぞってかき混ぜてしきり忘れるよでもいつかまた会いたいよ初めて聞いたのに変に懐かしくて缶ポップミュージックどうですかね。いやいいです。なんかさ、はい、明るくお気楽なリズムで、はい、ただやたらめったら弾んでるみたいなんだけど、はい、歌詞の中身はね、はい、やっぱりそのなんていうかな、現代文明、止まることを知らぬ高速のようなスピードで進んでいく現代文明に意思を放つ、はい、アンチテーゼを放つ、アンチテーゼ、アンチテーゼよ、うんね、そんななんか気がすごいする、はい、俺はアナログなんだぜっていう言い切ってる。そう、それもありますしね、うん、なんかねポップ、うん、いやこの曲はあのもう本当にメロディーを最初に発想した段階ですで、うん、にポッポッポッっていうのはもうくっついて出てきてたので、うん、はい、ポップミュージックっていう歌詞を作るしかなかったんですよ、うん、でもう、もう32年ね、うん、このアーティストとしてやらせていただきますけども、はいはいはい、ポップってなんだろう、うん、いろいろ考えていくと、うん、なんかどんどん結果ねすごく切なくなってきましたね。あら、なんでしょうね。うん、分かんない。何、いやメロディーがそうさせたのかもしれない、うん、メロディーはちょっと意識して、意識して和風、そうそうそう、和風の、うん、和風和風のメロディーにアレンジもそうしたんですけど、うん、なんか切なくなっ
ってきて、で最終的にやっぱりあれだけポッポッポップっていうことを連呼してますんで、やっぱりハトは出てこないわけにはいかないわけじゃないですか。いや、ね、やばかったよ最後の方で、ね、目線あったもん今曲2人でね、皆さんねこれ2人きりのスタジオでね、曲はただ流れて喋ってないんですよ。やっぱり新曲やもん、聴こうと思って聴いてるわけよ、はいはい、もうハトが出た時に目見たらねニヤッと笑ったよね。やっぱりこれだけポッポッポップってこれだけ連呼したら、うん、ハトはやっぱり出ないわけいかないじゃないですか、ね、本当よね、よく我慢、いやっていうか我慢できなかったんだと思う。それだけの話です。あなた我慢できないんです、やっちゃうんですよね。そうですよね、はい、ギリギリまでね、はい、本当にな、ていうの、曲のタイトルもギリギリまででも決まってなかったんでしょ。決まったの？いや、ポップミュージック、表記を、アルファベットに英語にするかカタカナにしようかっていろいろ迷ってまして、うんうん、英語だとですね、うん、パッと字面がですね、うん、残らないんですよね、なんか、うんうん、でカタカナの方が、うん、なんかタイトルがはっきりするなと思ってカタカナにしました。ねえ、一言かんちゃん、はい、メッセージも書いてますけど、2020年に発売するであろうオリジナルアルバムに収録するけど、はい、今はもうリリース配信など考えてない。そうですね、すごいよね。いや、とにかくもうこの番、もうヒロさんの番組に、ね、多分もう僕はもうゲストとしては僕としては最後になります、はい、ここでやはり手ぶらはダメだと思って、コードレスはいかないよね、はいはいはい、ここでですね、手ぶら、はいはい、そういうことですね、はい、手ぶらじゃいけない、ありがとうございます、はい、それで作っていただきます。そうです。でもこの曲配信とかリリースはまあ今予定してないとは言うものの、はい、目の前であるライブでは披露はするの？やります。それはもう、いよいよ今回、うん、バンドライブツアータイトルがですね、はい、うん、クイズ新曲は誰だっていうタイトルなんですよ、うん、はい、あのね、はい、ひょっとしたら誰か他のアーティストのライブやったらごめんやけど、はい、なんか気があって、はい、で新曲と古い曲とんちゃうかったかな、それ電気がつくみたいな、つかへん、間違ってるよね。それは僕じゃないですね、違うかったね、はい、アスカさんやったかもね。あ、そうですか。いや違うんですよ、適当なこと言いました、ごめんなさい。はい、クイズ新曲は誰だ。はい、はい、うん、そうです。どんなクイズを出すんですか、みんなに。いや、だから、まあ、僕らはですね、もう新しい曲をライブでやるということを僕が有言実行するためにつけたタイトルなんですけどね。ポップミュージックや。はい、はい、ポップミュージック もう当然新曲よ、入ってるやん。はい、当然やります。これ誰だっていうのはどういうこと。新曲はどれだよ、普通。クイズなんとかは誰だって、これはもう定型文じゃないですか。知らんけどね。クイズ、うん、クイズときたら最後は誰だっていう、これもうだ定型文なんですよね。なんですよね、はいはい、そこに新曲はっていうのをはめただけです、ね、うん、だ文法的なことはあまり問われても困るんですよね、うん、まあ、でもいろいろ考えたんですけどね、人のなんやかんやこう、時々アーティスト同士でですね、うん、新しい曲作ったらこうデモをメールでこんなの作ったって送って聞き合ったりすることも時々あるんですけど、そういう行為をこっちからやって、相手の誰かのデモを送らせといて、そいつが発表する前に僕がライブでやって誰の曲だっていう、そのぐらいやってもいいかなと思ったけど怒られますよね。だよね、何やってんすかってことになりますよね。わかります、はい、でも気持ちはわかりますよ。32年っていうのはね、やっぱりすごいんですよ、はい、途端の人生ですよ。ん？途端、わかる？途端は知ってますよ。どういう途端ですか？こう屋根のね、波打ってるやつね。それは途端屋根よね。それじゃない、そうじゃなくて炭を塗っちゃうんですよ。お、塗る炭っていうんですよね、途端ですよね。なんか無から有を作らなあかんわけでしょ、はいはい、それを32年やってるわけでしょうね、はい、途端ですよ。でもこれはもう本当になんていうんですか、こう僕がその途端をね、はい、32年やってるのはこれはもうそれを聞いてくださるお客様、ライブに来てくださるお客様、 CD を買ってくださるお客様が居続けてくれることによって初めて継続できることなわけじゃないですか。ですよ、僕がただ途端やったっても全然、はい、それをやっぱり支持して応援してくる皆さんがいてくれて初めて成り立っている、継続できるということを僕はすでに31年前に気づいてます。気づいてる、すごいですね。最初の1年は何も分かってなかったです。
そんなこんなです、はい、クイズ新曲は誰だ。そうです、10月の13日がまず、はい、ゼップナンバー、はい、そして14日が、同じくゼップナンバー、これ祝日ですからね、はい、2days ね、はい、でも13日は早々ともうソールドアウト、ありがとうございます。ピーター1枚チケットありません。ありがとうございます。で、14日月曜日、まだチケットを手に入れることができます。はい。あと、11月1日の神戸文化ホール中ホール、これ金曜日です。はい。こちらもチケットが入るんですが、はい。なんか聞くところによると、追加が入った。追加公演を昨日の夜発表したのは、うん、はい、はい。この番組で、追加公演を話できるように、はい。もうそれも合わせたんですよ。ありがとうございます。12月の12日の木曜日、午後6時会場、6時半開演、ナンバーハッチになります。そうです、12月12日この追加公演バンドライブツアークイズ新曲は誰だ感が降臨します。はいね、はい、石川五右衛門の日です。ん、いや、石川五右衛門が釜茹での刑にあった日です。あ、そうなんです。そういうこと知ってるんです僕。意外に知ったかなんです。知ったか DJ で昔からブイブイ言わしてました。僕日本のこと何も知らないんですよね。だって、うん、相撲も歌舞伎も見たことないんですよ。あらまあ。でもキャリーちゃんのキャリー歌舞伎、歌舞伎は見ました、この前。あのね、はい、もう予定時間を4分超えてるんで。そうですか。これえらいことなんですよね。だからもうそろそろキャリー歌舞伎、歌舞伎、うん、すごかったですよ。あ、そうか、これ一曲かけるつもりをやめたら、はい、でもダメですね。もうえらいことになりましたね。そうですか、じゃあ、はい、このまま CM に。いや、もう何しろもうあの新しい曲聴いてもらえてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当、はい、わざわざ来ていただいて、はい、僕はもうとっても嬉しくって、はい、またカンちゃんとどこぞで会えることを楽しみにしています。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。Slow life with quality. Hero T's Music Morning.